シカゴ風ピザとは、シカゴで発展した方式のピザで、数種のバリエーションがある。そのうち最も有名なディープディッシュピザは、深さのある焼き皿で焼くためクラストの縁が高くなっているのが特徴で、それを容器として、大量のチーズと会場のトマトソースを乗せることができる。他のタイプとしては、スタッフとピザや薄型のピザがある。シカゴ市公認の文化史家、ティム・サミュエルソンによると、 シカゴ風のディープディッシュピザを発明したのが誰かについては十分な資料がない。シカゴのピッツェリアウノの創業者、アイクスエルが1943年に発明したとする風説もあるが、1956年のシカゴデイリーニュースの記事では、ウノの初代ピザシェフであるルーディ・マルナティがレシピを作ったと断定されている。ディープディッシュピザが一般的なピザと最も異なるのは、 名前が示すようにクラストが深皿のようになっている点でフラットブレッドではなくパイに似た分厚いピザである。ただし典型的なシカゴ風ディープディッシュピザではクラスト自体の厚みは薄めか中程度である。ディープディッシュピザを焼く丸いスチール製焼き皿は一般的なパンピザ用の焼き皿よりもケーキ用パイ用のものに似ている。焼いた後に外しやすいように 焼き皿にはあらかじめ油を引いておく。これにはクラスト表面が揚げられたようになる効果もある。クラストに黄色みを出すため、生地には通常の小麦粉の他にコーンミールやセモリナ粉、もしくは着色料を加えることがある。生地を焼き皿の側面に押し付けてボール状の形を作り、その中に具材を相乗にたっぷりと入れる。 トッピングが厚いテイプディッシュピザー焼き時間が長く、チーズなどを表面に乗せていると焦げてしまう。このため具を乗せる順序は普通のピザとは逆になる。生地の上にはまずチーズを敷き詰め、その上にペパロニやソーセージなど好みの種類の肉を乗せる。ハンバーガーパティのような肉を平らにならして入れる場合もある。その上には玉ねぎ、キノコ、ピーマンなどの具も乗せられる。 一番上にはまだ火を通していないソースをかける。潰したトマト缶から作るソースが一般的である。時にはその上からパルメザンチーズを振りかけて風味をつける。一旦ピザを切り分けるとソースや具の水分でクラストがふやけてしまうため持ち帰りや配達のピザは切らずに提供するのが普通である。ディープディッシュピザを出すシカゴのレストランの中には 半調リズミの冷凍ピザを全米各地に配送するところもある。ジョルダーノズで提供されるスタッフとピザ。1970年代半ば、シカゴのレストランチェーン2社がディープディッシュピザを改良してスタッフとピザを作り出した。その1社はロッコ・パレーズが創業したナンシーズピザ。もう1社はエフレント・ジョセフのボグリオ兄弟が経営するジョルダーノズ、ピッツェリアである。 パレーズが参考にしたのは生まれ育ったイタリアのポテンツァで復活祭に食べるスカルチェッタというパイのレシピで母から教わったものだった。シカゴマガジンはナンシーズとジョルダーノズのスタッフとピザを記事で取り上げこの料理の知名度を高めた。スタッフとピザはディープディッシュピザよりさらに厚みがあるが切り分けるまではそれ以外に見た目の差は少ない。スタッフとピザは他の どんなピザと比べても具が密に詰まっている。作り方はディープディッシュピザと似ており、深い焼き皿の内面に厚く生地を貼り付けて、ボール状とし、その中に具とチーズを入れる。最後に上からもう一枚の生地を薄くかぶせて、側面の生地とくっつけて、具を包み込む。この段階では、ピザを覆った薄い生地は丸みを帯びて、ドーム型に見える。この蓋に小さな穴を開けることで、 加熱中の蒸気を逃がして爆発しないようにすることが多い。必ずではないが、焼く前に生地の蓋の上にトマトソースを0ドルですくいかける。シカゴ風のパーティーカットされた薄手のピザ。シカゴをはじめ中西部一帯では薄型のピザも食べられている。クラストが薄いと言っても硬くてパリパリしているところはニューヨーク風ピザと異なる。この種のピザはくさび型ではなく、 格型に切り分けられ、タバーンスタイル、パブスタイル、パーティーカットなどと呼ばれる。地元での売り上げは、全国でよく知られる、ディープディッシュ式よりも薄型のピザの方が多い。アメリカのほとんどの地域で、最も人気のピザトッピングはペパロニであるが、シカゴではソーセージがペパロニを上回っている。ありがとうございます。